おはようございます。金ちゃんの野菜作り第11弾です。野菜作りの決め手はこれ、最高の微生物です。土作りにはこの微生物がとっても大切です。土作りにあたって有機肥料と堆肥を調べてみました。有機肥料というのは直接植物に栄養を与えます。堆肥は微生物を増やしたり土の団粒構造を促進させることによって土壌環境を良くするために用いられます。堆肥は土壌のために用いられる資材であると言えるのです。堆肥にはいろいろな種類があります。バーク堆肥、もみ殻堆肥、腐葉土、牛糞堆肥、馬糞堆肥、トン糞堆肥、発酵鶏糞とあるわけですが、僕はこのいろいろな種類の堆肥の中でバーク堆肥を使っています。なぜ使ってるかと言いますと、牛糞、馬糞、トッポン、鶏糞堆肥はその動物が何を食べているか全くわからない、非常に危険性があるわけですね。その点、僕の使ってるバーク堆肥は庭木の枝、葉のチップを発酵熟成させたバーク堆肥なんです。だから非常に安全であるとともに、友達からバーク堆肥をもらってますので無料で非常に使いやすいです。これは僕が土作りに使ってる材料です。1つ目、木のチップバーク堆肥、2、微生物、3、有機肥料、4、もみ殻、5、有機石灰、この5種類の材料を使っています。1の木のチップバーク堆肥です。自然の太陽と水をたくさん浴びた堆肥であります。知人から無料でもらえるので経費が抑えられています。10年間熟成されているので微生物が育ちやすい条件が整っています。一旦あたりトラック10台から15台入れています。4旦の野菜畑でトラック50台分を入れています。たくさんあるので無制限に使えるのが利点であります。2番目に微生物です。微生物は元来から畑に存在する土中菌、堆肥などに含まれるごくわずかな菌類があります。しかしながら菌類が少なすぎるので、このままでは土作りに10年以上かかると思います。そこで必要なのがさらに菌を追加することです。そうすれば5年間は短縮できるのが可能であります。金ちゃん使ってるのは D1 という6種類の善玉菌を含んだ微生物です。3番目、有機肥料。5年も経てば土が完全に出来上がっているので有機肥料はいりません。有機肥料は野菜に直接栄養を与えるものです。5年間土が出来上がるまで有機肥料の栄養を借りることになるわけです。そうでないと野菜も十分に育ちません。有機肥料の量は土の成長度合いによって
調整をしております。4番もみ殻。もみ殻は保水性と通気性の補助に使っています。もみ殻は 1,2 年はでは腐りません。多すぎると悪影響を及ぼしますので気をつける必要があります。5有機石灰。土壌の pH の調整に使っています。 pH の状態により量を調整をしております。最後に必ず行うことです。1つ目、通気性の確認。実際に土を手に持ってふかふかになっているかどうかの確認が必要です。2、保水性の確認。上の乾いている土の下はしっとりとした土が存在しているかです。実際に僕の店の畑を見ていただきたいと思います。この畑は土作り3年目の畑です。2年間土作りを行ってきました。土はふかふかになっています。たった2年でここまで良くなりました。通気性がいいんです。上の土を受けると下の土はしっとりとしています。これは保水性がいいためです。自分の畑の土のチェックをしましょう。あなたの畑の土の通気性はできていますか。あなたの畑の土の保水性はできていますか。これができないと土が改善されたとは言えないです。これが庭木の山です。これをチップにしてバーク堆肥が出来上がります。チップにされた大量の木くずは山のように積まれ熟成されます。10年も経ちますとも色も黒くなり完全なバーク堆肥が出来上がります。2月の24日頃トラック4台堆肥をもらいに行ってきました。だいたい2月頃にバーク堆肥を入れて土作りを始めます。トータルで 4,50 台バーク堆肥を入れております。ご覧ください。これがね、10年熟成されたバーク堆肥なんです。そしてこのバーク堆肥を元に有機肥料、有機石灰、もみ殻、微生物、微生物はリーワン、これを一緒にして耕運いたします。僕にとってバーク堆肥は野菜作りの命なんです。皆さんもこのような堆肥を探し使用されることをお勧めします。いかがですか。畑にはたっぷりのバーク堆肥を入れています。これは運搬車でバーク堆肥を運んでおります。まとめとして、野菜作りはやはり1、大量のバーク堆肥、2、微生物、これがメインになります。理由についてつきましてはインスタグラムで参考にしていただきたいと思います。それでは金ちゃんの野菜作り、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録
登録もよろしくお願いいたします。